プリン将軍の芋煮だ。今週の将軍ニュースのお時間にだ。まず、はじめのニュースは、ウーバーイーツ、報酬3割減。3月から一部地域で報酬がね、3割減されているということでね、これがかなりね、話題になってるみたいね。理由としては、配達員がね、かなりこう、増えてきた。あとは、ライバル会社とのね、価格競争が、まあ、激化しているということ。あとは、ウーバーイーツ側が報酬をね、いっぱい稼いでいきたいというね、こともあったりとかして、報酬がね、こう今引き下げられてるということみたいなね。実際にね、もう一部地域で引き下げられて、で、そこに関しては、配達員側のね、ボイコットで起きてるみたいで、配達員がまあ、かなりこうちょっと減ってきている。実際にね、こうお店に注文が行って料理が作られているのに配達する人がいないっていうことで、このね食事がダメになってしまったというねケースもあるみたいにだでね、これも大変なね問題になるかなというふうにはね思うんだよね。将軍もね、芸人をやってるから、芸人の友達とかね、ウーバーイーツね、やってる人かなり多いんだでね。やっぱり3割減ってなってしまうとね、月20万円とか稼いでたら、それが14万円とかになるわけだから、死活問題かなというふうにね、まあ思うにだでね。一番の問題としては、ウーバーイーツと配達員が雇用関係にないっていうことを、にだよね。業務委託っていうことになってて、まあ、配達員の扱いは個人事業主ということで、まあ、何かね、問題が起きた場合には、その個人事業主、業務委託された、その配達員が、ほぼね、すべてこう責任をね、取っていくような形になるらしいにだでね。事故とかに遭うとね、その配達員も大変だけれども、その配達員と事故に遭ってしまった人たちも、その配達員の人が実際にさ、責任を取りきれなかったりとかしたらさ、泣き寝入りみたいなことになったりとかもね、して、まあ、じゃあ、ウーバーイーツ社は関係ありませんみたいな感じにねなられても困るしね。これに関しては他のね海外の国ではこの雇用関係をね認めるっていうね判決が出たりとかするところもね、ちらほらあるみたいなので、まあ、日本もね今後そういう流れになっていくのではないかなというふうにはね、思うにだ。続いてのニュースにだ。続いては渡辺真琴氏がね逮捕されたことについて、ヘズマリュウがね、コメントを出したと。これこれさんの配信にて渡辺真琴逮捕に対してヘズマリュウがコメントを、まあ、メッセージを出したよっていう放送されたりだよね。公表された、メッセージの中で、真琴お前は才能があるのになんで犯罪したんか、女と子供はこれからどうなるんかっていうね、まあヘズマ節をね出してるんだね、これ。まあ、本当のことはね、大嫌いやけど、またおめえが復活して、YouTube やるとこ見てーよというふうにね、活動再開してほしいというね、まあ、コメントも、出していて。最後には、世間騒がせて、いろんなね、人に迷惑をかけたんだから、しっかり反省することだな。特大ブーメランにだよ、これ。ヘックン。これはね、まあ、今ね、罪を償ってるんだろうけれども、Twitter をね、見てたらね、ヘックンのね、写真がね、上がってたりしてね。だいぶ痩せたなぁなんていう風にね、ちょっと思ったんだな。相変わらずコーラ飲んでる。そう、メントスコーラでね、ヘックン有名なんだけど、本当にコーラ好きなのよ。プライベートでもね、めちゃくちゃコーラ飲んでて、いや、俺コーラ好きなんすよねって言ってて、ちょっとね、あー、コーラ飲んでるなと思って、ちょっと懐かしいなっていう思いと、まあ、久しぶりに会いたいなっていう風にね、思ったりだね。迷惑をね、いっぱいかけたので、やっぱそれはね、まあ、本当にもね、言ってるけれども、数々世間をね、騒がせて、いろんな人に迷惑をかけたんだだからしっかりと反省することだなってな感じでにだっていう感じでね、ぜひ反省してください。はい、続いてね最後のニュースは、中学生 TikToker のね、まあ、さくらさんという方がねいじめ疑惑があるということで、まあ、今炎上してるということでね。このさくらさん、まあ、中学生 TikToker として120万人登録者が、おおすごいにだね。事務所はバズにね所属しているということで、この子がいじめをしてるんじゃないかっていう疑惑が、まあ、出て、まあ、そのあのよりひとさんのね放送にてその被害者の人からのね暴露があったりとかして、まあ、これがね話題になってるということで、そのさくらさんの友達の、コメントによると、さくらが人をねいじめてるところをたくさん見たと。中学校で気に入らない子の机やスリッパに落書きをしたりとか、先生の USB をトイレに流したりとか、あとは先生の時計を隠したりとか、手に負えない状況だった。これによって先生がねこう精神病になってしまったりとか、実際にねこのさくらさんにいじめられた被害者の人が、まあ、コメントをしていて、不登校になり自殺を考えるようになったっていうね、子もいるということでね。まあ、これ、よりひとさんが取り上げた。まあ、実際にね、そのいじめをしたしてないっていうのはね、実際わからないことだしね。自分がね、
とかとにかく言うことではないんだけど、まあまあ一部もちろんね、いじめは本当に良くないことで、まあやっぱりね、被害者の人たちがね、いたりとかするから本当に良くないなと思うんだけれども、まあただね、この、ニューネコのスリッパに落書きしたりとかってなんか、学生の頃にはめちゃくちゃ あったなって、ね、スリッパ隠されたこともね、あるにだってね、お前もう俺のスリッパ隠したお前、即処すけどね、靴の中にさ、あの、給食のね、ジャムをさ、あの、入れられて、入った瞬間ベチャーって なったりとか、なんかいろいろあったけどね、ブラックメールとか言ってさ、なんか女の子のふりして、なんか男の子、あの、友達さ、呼び出したりとかして、動画に撮ったりとか、ねえ、先生のね、時計を隠したりとか、USB トイレに流したりとか、まあ、あったからね、そういうのもね、全然、あったし、職員室にね、ロケット花火ぶち込んでるやつ。まあまあまあ、ロケットね、ちょっと今俺、つながりがかなりあるけどもね、まあミサイルじゃないけど、先生の車に落書きしてるやつもいたし、中学生だからね、やっぱりね、まあいいこと悪いことあるけれども、やっぱりこのちょっとね、まだ判別がつかない部分があったりとか、そこはやっぱり教育でね、構成していってほしいし、ある程度大人だったらね、こうやって取り上げてさ、みんなで叩くっていうのも、まあ、それもしょうがないことかなとは思うんだけれども、ただね、やっぱこの中学生に対して、まあ、いじめ確かに良くないことだけど、これをさ、発端にさ、やっぱりこのさくらちゃんっていう子が、やっぱ叩かれたりとかして、じゃあこの子がね、自殺してしまったとか、ね、なったらもう本当に意味のないことだと思うし、やっぱりちょっとそこら辺はね、もうちょっと、こう、ナイーブにね、扱った方がいいんじゃないのかなというふうにね、将軍の方ではね、思ったんです。いじめは絶対に良くないので、やめてほしいなというふうにね、思うんだよね。はい、ということで、以上、今週の、将軍ニュースでした。将軍 TV 回せ。ご視聴、カムサハムニダ。